動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケと言います。よろしくお願いします。今回はシャブ用南用の店さんにやってきました。早速入店したのでメニューを見ていきたいと思います。今回シャブ用さんで霧島黒豚食べ放題コースと博多豚骨だしが食べれる九州グルメフェアというものが始まったのでやってきております。すごい締めまで美味しくアレンジ自在ということで無限替え玉ラーメンできちゃいます。すごい。でこちらが九州霧島黒豚というブランド豚です。で牛みすじも食べ放題のコース、はい。でこのように5種類コースがあります。国産牛から豚バラ食べ放題コースまであります。で今回はこの霧島黒豚のコースにしようかなと思っております。でこの博多豚骨だしっていうのが110円かかるんですが、この国産牛か九州霧島とあと牛みすじの食べ放題のコース選べば無料でこのだしを選択できます。あと水餃子3個入りも無料というか食べ放題に含まれます。でこの鴨しゃぶ食べ放題がなんか店舗限定でやってまして、ちょっと僕本当に鴨しゃぶすっごい好きで、もう実家にいる頃は毎年冬にやっててもらったんで、今回鴨しゃぶコース2599円にします。で注文はタッチパネルでこのように注文していきます。でこのように水餃子食べ放題にこの鴨しゃぶコースでも含まれておるので、水餃子も注文して注文完了です。それではビュッフェコーナーを見ていきましょう。こちらがサラダも食べれます。でこちらに行くと野菜鍋野菜がありまして、しゃぶ用の特製カレー、もうお肉がゴロゴロ入ってて非常に美味しい特製カレーです。で上に行くとこのようにお茶碗が綺麗に盛られておりまして、中華麺、今回のラーメン、豚骨ラーメン作るラーメンがありまして、冬でもかき氷は作ることが可能です。でソフトクリームも作れてトッピングもあります。でしゃぶ用で大人気のワッフルもこのようにありました。だから前行った店舗はなかったりしたんで嬉しい。でプリンも作れます。このとろーりプリン毎回うまく作れません。それではやってきました。白だしと左が白だしで右が博多豚骨だしとなっております。で野菜ももりもり持ってきました。こっちがサラダでこっちが鍋用の野菜、もう1日分か2日分ぐらいの野菜持ってきました。でお肉も猫型ロボットが届けてくれました。でこちらが水餃子、でこちらが鴨肉となっております。でこちらが霧島黒豚で牛みすじで、あとは薬味たち持ってきました。それではいただきます。今日も野菜からパクパクいただいております。で野菜コーナーにサラダ菜があるんで、このしゃぶギョプサルというものができるんで、ぜひ皆さんやけどしないように作ってみてください。ということで完食しまして、それでは大好きな鴨肉をいただいていきます。結構お肉自体は薄めかなっていう感じです。それではポン酢につけていただきます。おいしいってなりました。お肉ちょっと薄めなんですけども、重ねて食べれば鴨の香りをしっかり感じられて、そしてポン酢に最高に合っておいしいです。で豚骨だしでもちょっと一応念のために食べてみようと思います。鶏にも合うって書いてたので鴨も合うかなと思って食べたんですけども、さすがにちょっと豚骨だしだとちょっとお互いの良さが消えてしまうかなっていう印象でした。はい、それでは次霧島黒豚いただきます。すごい脂が綺麗、赤身も綺麗で、水餃子もちょっと時間かかると思うんで先に投入しておきます。霧島黒豚綺麗な美白な色です。こちら食べましたら超うましでした。もうその肉質がすごい、赤身の部分がきめが細かくて滑らかな肉質で、脂身はかなりすごい濃厚な旨味があって美味しいという豚肉です。で今度は豚肉と豚骨だしでいただきます。もうこれはもう間違いなく合うやつでした。もうこのこってりスープに豚肉がめちゃめちゃ合いました。で次赤身が綺麗な牛みすじを投入
非常に美味しそうです。まずは通常の白だしからいただきます。牛味噌じゃすごいブリブリ、なんかブリブリした食感で濃い赤身の味を楽しめます。脂身はもうほとんどないです。でちょっと豚骨スープと一応こちらもやってみたんですけども、と牛肉と豚骨スープもちょっとお互いの良さが生きないなっていう感じでした。豚骨だしにはもう豚肉と鶏肉がもういいというのがよくわかりました。でこの鴨肉は美味しいし栄養価も高くて疲労回復貧血にもいいという最強なお肉です。はい。でこのツルツルしてなかなか取れない水餃子、ちょっと取るのに苦労したんですけども、ものすごい厚くて生地がもちもちツルツルで濃いめのこの豚骨だしと非常に合います。でこの紅生姜と高菜で味変しても非常に美味しいです。そして追加のお肉、猫ちゃんが持ってきてくれます。でボタンを押したら帰っていきます。次豚バラ肉も注文して、また鴨肉と霧島黒豚、この豚肉ってどれぐらい味が違うんだろうっていうのをなんか試したくて、ちょっと自分なりに勝手に検証させていただこうと思います。でまずは豚バラからいただきます。もうしゃぶ用のこの豚バラ肉というのも超大人気商品ゆえにやっぱりうまいです。はい。で改めて霧島黒豚を食べてみると、なんか赤身しっとりでやっぱ舌触りが良くて、こう豚の脂身のうまみがなんかより濃いんだなっていうのを感じました。やっぱ高い、ちょっと値段が上がるだけあるんだなと思います。ただ豚バラ肉だけでも十分美味しいし、豚骨だしにもものすごい合います。ただこう改めて比べると、なんか美味しい中でもこうより美味しいってこのランクがあるんだなってこう感じた一人勝手に食べ比べでした。でこの豚骨だしなんですけども、油が結構多めに使われてるんでかなり熱々です。気をつけてください。で豚骨だしはそう野菜とも相性がめちゃくちゃ良くて、この野菜がパクパク進みます。超美味しかったです。でちょっとこの豚骨だしと関係なくて、この鴨しゃぶなんですけども、なんか店舗限定らしくて、なんかネットで調べても特に載ってなかったんで、このしゃぶ屋さんの本部に確認したところも12月中旬には販売を終了するということで、気になってた方は残念無念ですみません。でこちら牛みすじと牛肉を注文して、鴨の形状が先ほどと変わっております。で豚骨ラーメンセットも持ってまいりました。でその前に牛肉もなんか食べ比べ勝手にしようと思います。次牛肉入れて、こっちが牛みすじ、牛肉が仕上がりました。この牛肉ももちろん美味しいです。はい、もちろん美味しい。で牛みすじ、改めて食べると、なんか牛みすじの方がよりクリアなこの牛肉の味を楽しめて、脂身がない分なんかさっぱり食べれるのかなっていう味わいの違いでした。はい、それでは豚骨ラーメン完成です。でちなみにこの豚骨うどんも作れて、もう無限豚骨うどんもすることが可能です。でちょっと見た目が悪いんですけども、豚骨ラーメン完成しました。豚骨ラーメン無限替え玉ができます。そのお味はうまい。そう、めちゃくちゃクオリティ高くてびっくりしました。本当にこの豚骨だしが非常に美味しい。この紅生姜と高菜がさらに本格的な感じを引き立ててくれます。ニンニク入れたらもうさらにパンチが出てもより美味しい。最高です。本当なんか今までしゃぶ用のスープいろいろあったと思うんですけども、今回の豚骨だしは一番好きかもしれないスープです。ぜひ食べてほしい。でクリスマスカラーにしたかき氷で、自分の他にもかき氷山盛り食べてる人がいて、かき氷はこの寒い季節も人気なんだなと思いました。で勢いよく食べてたら、はい、ものすごく首のあたりが痛くなりました。ということでかき氷完食です。で最後に鴨肉いただきます。もう鴨肉すごい本当好きなんで、もう今年の最後にいっぱい食べれて本当に大満足です。うまうまでした。それではデザートタイムでプリン作ります。ゼリーの素2杯、そしてカスタードベースをいっぱい入れてよく混ぜて、ソフトクリームを入れてさらによく混ぜる。ここがポイントらしいです。一応これで完成、なんか30秒ぐらい置いて完成だそうです。でワッフルも作っていきます。生地2杯入れますね。で閉じて2分半ピ、はい、その間にプリンをいただきます。
毎回トロトロでこれが正解なんかはわからないんですけども、味は非常に美味しくてあっという間に完食です。そしてワッフル、あれない、そっちかーいってなりました。はい、ということでワッフル完成です。でワッフル、しゃぶ用のワッフルはすごいもっちもちタイプのワッフルで非常に美味しい。ソフトクリームと食べるとより美味しい。で改めてこの今回の豚骨だしなんですけども、ほんとめちゃくちゃ美味しかったんで超おすすめです。もうこの冬鍋食べたくなったらぜひしゃぶ用さんに行って豚骨だし、そして霧島黒豚と牛みすじを食べていただきたいです。ということで完食です。それでは私、皆さんが食べに行く際の参考になるような動画をこれからも楽しくアップしていって、今年中にチャンネル登録1万人を目指しているので、高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ということでしゃぶ用の豚骨だしめっちゃ美味しかったんでぜひ食べていただきたいです。ごちそうさまでした。